みなさん、こんにちは。こんにちは。お久しぶりです。今日は赤坂にあるスタイルショーンジムに来ておりまして、サラさんとのコラボ動画ということで、めちゃくちゃ面白い企画をやっていきます。はい、お願いします。お願いします。よし、行くぞ、やっほい。今日の企画は、今の自分のボディライン、体型を維持するために、これからの人生、もし8種目しか筋トレできないとしたら、何を選びますか？あなたなら。企画です。では、早速1種目目から発表していきましょうか。はい、いきます。はい。究極だよ。8種目だよ。人生で8種目しかないんだよ。体全身でですよ。じゃあ、せーのでいきましょうか。せーの。ランジ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 。ダンベル？バーベル？あ、でも、まあ、スミスにしとこうかな。スミスランジ。だって一緒でしょ。なんでですか？まずスミスにするのは、もちろんバーベルとかの方が強度も高いし、うん、っていうのはあるけど、だって私一生筋トレやっていくつもりでいるから、うん、スミスの方がもしかしたらあるところに行ったら安心、うん、安全のフェーズに入るかもしれない。確かに。ランジなのはなぜですか？っていうのはスクワットともちろんこう横並びで迷ったんだけど、うん、やっぱり片足ずつ多少筋力の差ってあるじゃん、うんうん、それをやっぱりスクワットでこう例えば重量を積んでってこの先々やっていくってなると、まあ、そういう左右差っていうのが知らず知らずのうちに生まれてっちゃう。いやめっちゃわかるな。かもしれないっていうのと、そんなに重量を扱わなくてもしっかり効かせられるし、ちょっとの足のこのスタンスでバリエーションも多少、そういうチートしていいの？全然いい。って考えたら、やっぱり私はランジかなって。私は、まあ、ヒップスラストは、まあ、一番私のお尻にとって大切な種目なので、絶対外せないっていう理由なんですけど、やるとしたら、スミスマシーンで、しかもインクラインベンチがあるヒップスラスト。なるほど。を選びます。まあ、詳しくはまた動画作りますね。はい。それでは、2個目いきます。はい、せーの。アブダクター。おめっちゃマッチ。いや、アブダクターマストですよ。マスト、マスト、マスト。女性はマスト。お尻のトレーニングって、私なりに伸展、そして収縮、外旋全部取り入れたいので、うん、外旋取り入れるとしたら、うん、アブダクターぐらいしかなくないって感じだし。そうなの。他の種目でちょっとカバーしづらいから。しづらい。アブダクターはマストだなって思った、うん、私はもともと超平らな、もうザ日本人みたいな真っ平らなお尻、で、うん、今もそんなこうバーンとはなってないんだけど、いや一番お尻を変えられたのはアブダクターのレパートリーをどんどん増やしていって、それを毎回やり続けてたっていうのが成長に結構つながったなっていうのを感じるから。レパートリーっていうのは回数とかにこだわったりとか、回数、角度、うん、とか、まあ、マシンですよね。マシン。そうそう、アブダクターのマシンってあれ結構いろいろできるんですよ、実は1個のマシンで、うん、なのでそれこそテンポだってコントロールであると思えばできるし、負荷のかけ方だって角度によって変えれるし、足の位置でも変えれるし、多分無限にあるので、私もアブダクターを選びました。はい、3つ目いきます。はい、せーの、デルダリア。おお、迷ったです。リフトも入れるかどうか、はい、めっちゃ迷った。ね、でもやっぱりこの8種目っていう風にもう制限されてたら、まあ、集中的にやるものも残したいじゃ残した気持ちあるけど、それを後悔しないために背面全体、だから背中の種目でもあるし、めっちゃ効率いいと思う。そうそう、効率よく、だから普段のトレーニングでも例えば時間ない時だったらデッドリフトやってとかだと、結構時短になる種目でもあるんですよ。体全身です。そうすごいわかります。めっちゃ迷ったもんだって、デッド迷った。超迷ったで、それ、うん、ブルガリアンを私はそれよりも入れたくて選びました。理由としては、絶対にスクワット系の種目は1個入れたい、うん、私はランジとか入れてなかったので、スクワット系の種目、お尻の伸展をしっかりと感じれる種目っていう意味でブルガリアンで、絶対ダンベルです。ダンベルのブルガリアンを選びました。4つ目いきます。せーの、ミライトライバー。サラさんもう上半身いくんですね。上半身いっちゃいます。おー、私4つ目の下半身なんで、これ。結構じゃあもう半分は捧げてるね。半分は下半身に捧げますね。人生の。はい
じゃあ足3ってことか。足3、うんうん、一応まあデッド背中もちょい含めのっていう感覚ではあるけど。おで、シーテッドローは、まあ、完全に背中、うんうん、そう、理由としてはラットプルとかでもいいかもしれないんだけど、うん、シーテッドローってしっかり腰立ててこうやって引いてきたら背中も中心だし、うんうん、このまま、うん、股関節を中に入れてこうやって戻していったら最終的には下背部にもしっかり負荷が入るし、 あとはある程度重量をこう設定して背中をこうやって丸めて伸展もできる。結局ね、そのチート、その8種目の中でさっきのアブラクションみたいな感じですよね。そうそう、バリエーションが作れるかっていうので、いや、それ大切です。大切。私はリバースハイパーを選んだ理由は、うん、多分2個前ぐらいの動画ですごい体勢の種目を紹介したと思うんですけど、あれは私的にはお尻にしか入らない種目で、うん、まあ私の人生っていうか私のあの体は結構お尻に捧げたい部分があるので、絶対に1種目はお尻にしか入らない種目っていうのを入れたかったのでリバースハイパーを選びました。なるほど。5種目目に参ります。はい、せーの、ダブルベンチプレス。はい、2人ともちょっと長かったですが、インクラインベンチプレス。はい、胸トレするんですか、サラさん。やっぱりね、全身は鍛えておきたい。結構そのビキニの競技やってる時、上も真ん中も下も全部まんべんなくはやったんだけど、やっぱりここの強化っていうのはどっちかっていうと一番優先順位が胸の中で高かったかなっていうのと、 あとはインクラインにすることで三角筋とフロント全部の関与も加わってくるから一石二鳥ね。一石二鳥。そればっかりになったけど、いやいやいや、でも大切。効率の良さがやっぱ一番トレーニングでは大切なんで、うん、あと自分の、ね、骨格に合ってるかとか自分が効かせやすいかっていうのが大切。 それにちなんで私はダンベルプルオーバーは結構最近取り入れ始めてめちゃくちゃ気に入ってる種目で、やっぱり競技やってて胸椎を立ち上げるってめちゃくちゃ大切じゃないですか、うんうん、ダンベルプルオーバーも、まあ、一石二鳥で背中にも入れようと思えば入れれるし、うん、胸椎立ち上げようと思えば立ち上げれるし、うん、胸に効かせようと思えば効かせれるし、うん、みたいな感じで姿勢を良くするためにいろんなバリエーションがあるから、うん、ダンベルプルオーバーを選びました。なるほど、はい、やっぱ欲張りになっちゃうね。欲張りになっちゃう。でもトレーニングは欲張りでいいと思う。そうだね、うん、6種目目です。せーの、ラベルさん。おー三頭をトレーニングするのもめっちゃ意外です。え、本当？めっちゃ意外です。でも私もともと競技やってる時一番絞りが遅いのが結構三頭だったので、はい、それってまあ筋力が弱かったり、まあ、トレーニングが一番苦手な部分だったりとかするんだけど、うん、やっぱり二の腕ってずっと引き締めてたいし、うん、そのベンチプレスでもやっぱ多少ね関与はするけど、うん、ぎっちり収縮させたい。すごい、なんか本当に違いすぎてめっちゃ面白い、ね、全然違う、ね、それこそ私胸トレもしないし三頭もしないから、うん、でも本当これって人それぞれって感じますよね、改めて感じる、ね、私は三頭は別に絞れなかったことがないし胸もそこまで気になったことがないからしないんですけど、逆に今サラさんが言ってたように絞れない部位のトレーニングをするっていうのはめっちゃ大事。では私もラットプルを選んだ理由は、まあ、背中の広がりを作るために、うんうん、まあ、私も自分の形ですよね、自分の骨格的に背中の広がりが甘いと上半身全然絞れてないと見えるので、うん、ラットプル、しかも、ケーブルのめちゃくちゃ一番長いバーのワイドグリップ、うん、なるほどが私の6種目です。ナンバーセブン、はい、7種目目です。あと2個しか残ってないですよ。せーの、サイドレイズ。おー、会いましたね。久しぶりに会ったね。はい、私も肩に入ってきます。そうこっからお互い肩に入ります。はい、サイドレイズはやっぱりマストですよね。マストだな。うん、なんか私結構三角筋のトレーニングは三角筋を変えるためにダンベルプレス、うん、プレスをすごい一生懸命やってたので、うん、コンテストの時、うん、まあ、もちろんレイズ系もやるんだけど、はい、それは今回の場合こうインクラインのベンチプレスにちょっともう委ねて、うん、プレス系は、うん、それで私はじゃあもうレイズで、まあ、リアレイズでもいいけど J のアプローチが今選んでる方がないから、めっちゃ効率いい、サイドレイズを選ぶ。
私も同じ理由で肩の丸みを出すのは結局サイドとフロントなので、リアも必要なんですけど、リア正直私鍛えすぎると自分が理想としている体にならなくて、あとなんかこう服似合わなくなったりするし、わかんない、私のちょっと自分的な価値観、ね、自分的な価値観なんですけど、リアは育てすぎるとちょっと服が似合わなくなるかなって思うから、サイドとフロントを頑張りたくって、ダンベルのサイドレイズだったら絶対肩を追い詰めるからサイドレイズ。皆さん、人生最後の種目になります人生最後の種目、最後の種目、はい、最後に来るのは、せーの、ダンベルでクランチ。え、クランチ、あ、腹筋ですか。はい、腹筋でございます。すごい、サラさん全身ちょっと本当に、だってもうさ、想像したらさ、もう怖くなっちゃって、だって初種目だよ。でも私がやらない種目ばっかりですもんね。だからやっぱ全然違う、それぞれ違うね、うん、これでも本当に自分の得意とか好みとか、うん、そういうのもちょっと優先してる部分は多少あると思うけど、本当、あと自分のなりたい体とかね、そうだね、こだわりとかすごいあると思うんですけど、え、なんでですか。私はやっぱりトレーニングしてる時って必ずこう腹圧かけたり、うん、まあ、腹筋使ってるから、よくあるのが例えばビキニの選手とかも腹筋はやりすぎなくていい、うんうんうん、それでこう V のライン作るみたいなのがやっぱりこうテンプレートっていうか、はい、よく皆さんお話されてると思うんですけど、はい、私横割れとかセパレーションがすごい薄いの、イコール腹筋が弱い、はい、だからやっぱりセパレーションをセパレートさせたいって考えたら、やっぱりその腹筋種目っていうのは絶対マストだと思って、だから一緒だから納得だし、ちゃんとこう腹筋にフォーカスした種目1個入れといて、50歳になって60歳になっても、いや、かっこいい、ある時にちゃんとセパレーションが見えてっていうのを、めっちゃかっこいいめっちゃかっこいい、おばあちゃんで腹筋割れてたいですよね。そうそう、考え、私もそれがゴールおばあちゃんになってじゃあいざ腹筋鍛えよう始めるのと、今腹筋鍛え始めておばあちゃんになるのとできっと違うから、私も今からよ結構さ、筋トレのさ、こうだんだん慣れてくると、かえって初心者の時の方がレパートリーが少ないから、腹筋はイメージつきやすいからみんな選ぶと思うんだけど、中級者とかもどんどんこう慣れていくと、かえって腹筋がめんどくさくなったりとか、サボりがちになっちゃう。だって辛いもん、腹筋、うん、そう、腹筋そう、ちょっとね、一番辛い、そうなんだけど、やっぱりそこは一生お付き合いさせていただこうか。いや、素晴らしいですね。私はもう1年に1回の腹筋をやる1回ぐらいやるかな、うん、でも本当に1回坊主、うん、1回坊主3日でもって思って3日坊主になろうって思うのに、うん、1回でもう1週間ぐらい筋肉痛になっちゃう結局やんないよ、まあ、ダンベルプレスを私で選んだ理由は、ダンベルプレスはもう肩全体、うんうん、もう肩いや、今年私は肩が課題なんで、ダンベルのプレスは絶対だなと思って、大事だよね、はい、課題にしました。はい、今日の企画めっちゃ楽しかったです。めっちゃ楽しかったありがとうございます、見てくれて。私が楽しませていただきました。私も楽しかったみんなも自分が今年強化した部位とかにフォーカスを寄せて、もし8種目選ぶとしたら何を選ぶんだろうってちょっと考えてみてください。はい、で、今日このスタイルションジムに来た理由が、ちょっとサラさんの方のチャンネルでも実は私の秘伝のヒップアップトレーニングをコラボしておりまして、そちらもぜひ皆さんチェックしてください。私の YouTube では一切お話ししていない内容なので、頑張って説明したので見ていただけたら嬉しいです。はい、よろしくお願いしますって感じで本日も終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。そして皆さん、私たちと一緒に2024年も筋トレ頑張りましょうバイバーイ。はい、最近ちょっと、まあ、見ての通り私は多分前回の YouTube からプラス5キロぐらい増えていてで、去年の大会ですね、9月からプラス10キロという増量に成功した。おめでとうございます
私は168センチで61キロいかないぐらいかなぐらいあります。この今のボディラインをキープするために私なりの8個、そしてサラさんの今のサラさん今体重って聞いていいですか？うん、だいたい56キロ台。ちなみにサラさんも私もほぼ同じ身長です。はい、はい、